律也様。ありました。これがジャックシードのアクセスパスです。さっきも言ってたけど、ジャックシードってかつてガルデニアを打ち上げたクオーティア最大の転送システム、希望の塔ジャックシードのことだ。ジャックシードなら私たちをガルデニアまで送れるはずです。クオーティア最大の転送システムだと？リチア、そんな体で何をするつもりだ？それは認識ミスだ、ベリル。こいつはクロアセラフの兄弟機クリノセラフ。クロアセラフと同じくフローラ姉様の守護騎士だったエース型機械人です。ガルデニアが発動した時にはサンドリオにいたはずなのに、なぜこんなところに。まさか姉様が大切にしていた小鳥を救おうとしたの？気をつけろよリチア。そいつはクロアセラフの同類なんだろ？心配いりません。ワンダリダルでは機械人すら白化しています。それにかつては二人ともフローラ姉様を慕う優しい守護騎士だったのです。フローラ様。この機械人、白化から回復しているぞ。音声識別、ガルデニア管理コア、リチア・スポディウム確認。リチアの体が消えた。何をしたの？フローラ様。挙動解析、クリノセラフはリチア様の体を取り込む思念術を発動。リチア様はクリノセラフのスピルメイズに捕獲されたと推測されるが、つまりリチアはこいつのスピリアの中ってことか。解析結果否定。機械人がスピルメイズを持つなど不可能なはず。可能か不可能か確かめてみりゃ分かるだろ。行くぜ信玄。ああ、こいつにスピルリンクだ。思念障壁多重展開、スピルメイズからのリンクアウトを拒絶する。計画通り、うまく奴らを封じたね、クリノセラ。ああ、アクセスパスも入手した。リチアの思念力とアクセスパスでジャックシードを起動させねばな。ここはワンダリデル？クリノセラフにスピルリンクしたはずなのに。どうやらただのスピルメイズじゃなさそうだな。新型ゼロムの投入により、ジャバオーク都市連合軍は、ロード半島より完全撤退しました。これにより、我がワンダリデル枢軸同盟は、西部大陸侵攻の重要拠点を確保。今後の戦況予測は、次の通り。素晴らしい。さすが、野蛮なセルレイドのスピリアを餌に進化させた、新型ゼロムだ。もう、新型ゼロムの投入なんて知らなかったから妄想しちゃった。3万人も死ぬなんて思わないもの。この賭けの醍醐味は公式発表以外の情報も分析することさ。それで1万以上の戦士は読めたはずだ。でも次の新兵器も強力すぎると戦力バランスが崩れてつまらんよ。極力戦争は続いてほしいからね。戦争が続いてほしい。おい、自分たちが何を言っているのか分かってるのか？まったくだ。戦争が長引くとこんな賭けくらいしか楽しみがないからね。データ照合。おそらくここはクリノセラフが自らの記憶を再生して生み出したスピルメイズだ。じゃあこれがリチアたちの暮らしてた頃の2000年前のクオーティアの姿なの？どんなスピルメイズだろうが、リチアがいるのは確かなんだ。とっとと見つけて帰るぞ。なんだ今のは。おそらく別の記憶が再生されるのだろう。ここも2000年前のワンダリデルだ。美しい場所だな。グースの里、フルエーレの泉に似ている。あれはフローラ様。フローラ、リチュアのお姉さん。僕たちに気づいてないのかな。あの人たちも記憶の世界の住人なんだよ。ねえフローラ姉様、もっと歌を歌ってよ。ダメだよ、フローラ姉様は僕とかくれんぼをするの嫌だい。もっと歌を歌ってもらうんだい。歌の次はかくれんぼの約束だろ。なんだよ勝手ばっかり言って。お前なんか嫌いだ。僕だって兄ちゃんなんか大嫌いだ。嫌いだなんて言わないで。二人はかけがえのない兄弟なのよ。うん、人は誰もがみんなかけがえのない存在なの。だから嫌いだなんて言わないで。フローラ姉様泣いてるの？ごめんね、泣かないで。もう嫌いだなんて言わないから。お歌にもあったでしょ、喧嘩もするけど目覚めたら仲直りって。ああ、わかったよわかったよ。そうだわ、歌いながらかくれんぼをしたらどうかしら。木陰にいるのはだーれ、それは僕だよ。ね、すごく楽しそう。やはりここにいたかフローラ。皇帝クリノセラフの記憶映像に過ぎない。クリード、よくここが分かりましたね。当然だ、この泉は私とお前とリチア3人の約束の地ではないか。ここで理想世界について幾度語り合ったか。新世界への出発にふさわしい場所だ。フローラ姉様、ガルデニアの起動実験を始めます。一緒に立ち会ってください。どうしても使うのですか、あの化け物を。ガルデニアは化け物などではない。この腐ったクォーティアから争いのスピリアを消し去る救世システムだ。姉様、クォーティアから争いの種が全て消えるのですよ。どうして分かってくれないのです。人以外の存在がスピリアに干渉するなど、私にはどうしても正しいこととは思えない。またその話か。もう何度も話し合っただろう。姉様、今のクォーティアに平和を取り戻すためにはもう他に方法はないのです。やはり私はあなたたちに一番大切なことを伝えられなかったようですね。人の思いはもういい。私は私のやり方でこのクォーティアを救ってみせる。クリード、フローラ姉様、大丈夫？あなたたちのようにいつかきっとあの二人とも分かり合える日が来るはず。まただ、次はどんな記憶だ。凶暴な力、飲み込んだスピリアをガルデニアが食べている。何をしているリチア、ガルデニアを制御しろ。ごめんなさいごめんなさい。うん、やっぱりリチアはスピルメイズに閉じ込めたままの方がジャックシードを起動させるのに便利だな。じゃあ行こうかクリノセラフ。クリノセラフ、しっかりスピルメイズに閉じ込めておけよ。こいつら出てきちゃったじゃないか。クリノセラフが回復している。それにクロアセラフ。緑の刃物野郎、てめえもここに来てやがったのか。青の盾野郎を白化から回復させたのもてめえか。ああ、君たちより先に白化したクリノセラフを見つけて再起動しておいたんだ。俺はずっと夢を見てる。白化の惨劇を2000年の間何万何億回も繰り返し夢に見続けた。機械人が夢だと？いいな、それはメモリに残されたただの信号に過ぎない。そう、ただの信号さ。だけど人間の夢や記憶、スピリアだって信号の集合体だろ。目覚めたクリノセラフは夢の記憶で自分の疑似スピリアを再構築した。フローラ様がガルデニアに食われた元凶、リチアへの恨みに満ちた悪夢のスピルメイズとしてね。君たちも見ただろう。クォーティアが白化した日の記憶を。今リチアはその惨劇の夢を見ている最中さ。あんな場所にリチアを閉じ込めたのか。閉じ込めただけではない。俺のスピルメイズは白化の瞬間を無限にループ再生している。リチアにはあの恐怖と後悔の時を繰り返し味わってもらう。スピリアが折れるまで何度でも。フローラ姉様、誰かガルデニアを止めて。クリノセラフ、貴様何ということを。てめえらぶっ殺してやる。フローラ様の忠告を無視しクォーティアを滅ぼした女への当然の報いだ。僕も驚いたよ。盾代わりに使うつもりだったクリノセラフがこんなに役に立つなんてさ。さあクリノセラフ、リチアのスピリアを破壊しろ。そしてこいつらの体を切り刻もう。一緒にクンサイトのスピリアを解放するんだ。戦闘用エース型の同時攻撃か。シング、分かってる。みんな行くぞ。クォーティアを滅ぼした大罪人を。魔人、ここだ。運営人、生命の今全てを。魔人、お楽しみはこれからだよ。魔人剣、僕を止められるかい。魔人剣、魔人剣、耐えられるか。全てをやった。魔人剣、魔人剣、呪いならだってやるよ。マジック、僕が負けるわけがないんだ。対する。ミッターカイド我が前に立ち向かない者は全てフローラ様、あなたの笑顔をもう一度。リチア様のスピリアは壊させはしない。リチアを返しやがれ。どんなに強くても負けられん。勝ったー。ここまでだ。クロアセラフ、クリノセラフ、リチア様を解放せよ。嘘だ。僕たちのエース型2人の連携が破れるなんて。もう一度だ、クリノセラフ。無駄だ。今の俺とお前では彼らには勝てない。だが俺は諦めない。どんな手段を使っても必ず主のフローラ様の温かな笑顔を取り戻す。我が主のスピリアを解放する。てめえ、まだそんな力を。まずい、みんな伏せて。く、目標消失。周囲に2人の反応なし。どうすんのさ。あいつらの行き先なんてわかんないよ。ガルデニアを打ち上げたっていうジャクシードへ向かおう。クリノセラフは、フローラさんの救出を諦めてなかった。クリノセラフは、ジャクシードに向かうはずだ。自分は、シングの意見に同意する。クリノセラフは、フローラ様のスピリアを解放すると言っていた。2人が向かう先は、ガルデニアへの道。ジャックシードの可能性が高い。